それを皆さん直にご覧ください。それではお願いします。地元船橋に入ってまいりました。元気よく挨拶しましょう。船橋の皆さん、こんにちは。地元船橋で活動して23年経ちました、よさこいソーランのチーム、レダ・マイカグラと申します。今、蟹崎さんからご紹介ありましたように、6月に行われたよさこいソーラン祭りにて、レダ・マイカグラ大賞を取ることができました。ありがとうございます。23年間取りたくて取りたくて、そこを目指して頑張っておりましたが、ついに関東チームとして初めて大賞を取ることができました。今日はまあ凱旋ということになりますが、その船橋に対する恩返しもありまして、精一杯踊らさせていただきます。ご声援のほどよろしくお願いいたします。それではいきます。千葉船橋レダマイカグラです。レダマイカグラ。道なき道を切り開く、勇気はあるか、覚悟はあるか、涙でにじむ夢のかけら、どんとこの手で掴み取れ。一度きり
みさらに熱く生きろよ。皆様、お手を拝借、よーありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうですか、全国レベルですよ、これがね、すごいでしょね。もうプロセスを感じてると思います。本当にすごいと思います。でもお楽しみはまだまだこれから続きますよ。